大人女性の美容辞典バスト担当の中野優子です。バストのコンプレックスやプロポーションの悩みはあっても、毎日つけてるブラジャーには無関心。これではせっかくの努力もケアしてる時間も無駄になってしまいます。きちんと自分の体に合ったブラジャーを正しくつけると体がスリムに見えたり、バスト2カップアップも夢ではありません。ということで今回は、毎日当たり前にしてるブラジャーをつけるということを美習慣に変える美バストのためのブラジャーのつけ方をご紹介します。ポイントだけつまんでお伝えするので、誰でも簡単にできる習慣です。いつものようにブラジャーをつけた状態からスタートします。まず体を前に倒します。倒れた重力で背中の脂肪がバストの方に流れるので、この脂肪を逃がさないようにしっかりカップに入れ込みましょう。背中に手を回します。アンダーベルトの下の方を通りながら背中の脂肪をしっかりつかみます。持ってきた脂肪はバストの下のカップに収めていきましょう。体が硬い人は反対の手で肘を寄せサポートしてください。続いて肩紐を取ってカップに手を入れます。脂肪をしっかり掴んでカップに入れていきましょう。この時集めた脂肪はデコルテの上にふわっと乗せます。胸を持ち上げてピタッとくるところが本来のバストの位置です。アンダーの位置をしっかり押さえ、体を起こし姿勢を正します。肩紐をグッと持ち上げて、ストラップが緩い場合は長さを調節してください。ストラップは指2本分の余裕を持たせるといいでしょう。気になるところやはみ出している脂肪を入れながら、丸い形を作るイメージで形を整えます。きちんとブラを身につけたら、このバストの高さをキープするためにもアンダーベルトは太めのものを選ぶことをおすすめします。ベルトが太い方がブラがずれにくく背中に流れるのを防いでくれます。最後に肩甲骨の下くらいにアンダーベルトが来るように引き下げます。テコの原理でバストアップし、肩甲骨の可動でブラがずれてしまうことを軽減します。30代40代以降のバストはホルモンバランスの変化などで脂肪が柔らかくなってくるので、きちんとケアしなければバスト崩れや体のラインの崩れにつながります。最初は慣れないことも多いと思いますが、習慣にしていくことで脂肪がカップに収まり、形もきれいに整うようになってきますよ。重要ポイントは、思いっきり脂肪を集めてカップに入れ込む、一定の位置でバージスラインを決める、こまめに形を整える、ブラジャーの付け方一つで驚くほど体が快適になり、プロポーションも美しくなりますよ。お疲れ様です。皆さんいかがでしたか？ブラジャーはバストの形を作る器です。自分のバストを美しく見せ、快適に過ごせるブラを選び、毎日正しくつけることを習慣にしてください。
特に新調したばかりのブラジャーはまだ体に馴染んでなくて、時間が経つとバストが流れがちですが、トイレに行った時などこまめに脂肪をバストに戻してあげるとだんだん形も整ってきます。大人女性の美容辞典では美に関する専門家が様々な情報を発信しています。皆さんのお役に立てる情報もきっとたくさんあると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。